はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。はい、昨日から実装された新しいメガモン、大魔王デスタムーンはこちらのですね、攻略をやっていきたいと思います。はい、ソロ討伐になりそうです。ということでですね、はい、パーティーはですね、まあ、こっちに書いてある通りなんですけれど、とりあえず最初に、大魔導士ですね、はい。大魔導士はですね、はい、高層心の杖で、女神の先行かな。はい。とりあえず攻撃力ダウンを狙っていきます。はい。攻撃力ダウンが入らないですね。まあ、フォースブレイクは入ったんですけど、攻撃力ダウンをね、入れてほしいですね。はい、忍者は、ラミア氏の剣を持たせております。はい。一旦ね、影縛りをね、してほしいんですけれど、まあ、影は縛れないですね、今回は。はい。まあまあ、仕方ないですね。はい、スケットさんはミレイユですね。賢者ミレイユにしております。で、大神官はですね、プニプニ肉球ロットを持っておりますので、はい、ゴッドハンドに、攻撃を回して攻撃力を上げていきます。ゴッドハンドはですね、ラミアスの剣ですね。はい。というわけで、攻撃していきましょう。まぁ、ちょっとね、全員守備力1段階アップが、のバフがね、入ったので、まぁ、そこはラッキーかなと思います。はい。1ターン目ですね、吹き飛ばしをしてきます。ちょっとね、回復薬が吹き飛ばされたら、ちょっとやばいかなと思いますけど、どうでしょうか。残り時間が13分ですね。はい、ゴッドハンドがね、飛ばされちゃいましたね。まあ飛ばされたということで、まあまあ、ここはもう仕方ないかな。一ターンでまあ戻ってくるとは思います。はい。はい。はい。忍者はね、影縛り、影縛り入りましたね。ラッキーですね。よかったよかった。はい。もう一ターン。もう一回動けますね。はい。はい。覚醒レベルが3段階上がりましたね。はい。まあ、あとは、プニプニ肉球ロットですね。はい。はい。うん。大神官をね、ですね、結構素早くしておりますので、まあ、ちょっと、その辺は、ミレイユのね、ベホマラー、さっき発動して欲しかったんですけど、まあ、そこは仕方ないですね。はい。はい。攻撃力ダウンを入れてほしい。なかなか入らないですね。はい。はい。うん。闘争心の杖をね、持たせて、攻撃力ダウンが入る、まあ、攻撃なんですけれど。はい。はい。はい。大魔導士はですね、まあ、大神官と、はい、はい、いい感じですね。ちょっとここは、どうしようかな。はい。はい。まあまあまあ、とりあえずもう、バイキルトを入れていきます。はい。ちょっとね、もったいない。もったいないというか、ちょっと迷ったんですけど、はい。バイキルトにしましょう。はい。はい。会心の一撃が入らないですね。ゴッドハンドは覚醒レベル1ですね。ラミアスの剣の。はい。これで HP を、半分削ったので、まあ、そろそろ、あ、第一砕き、あ、来ましたね。はい。なんとか生き残りました。これは助かったかな。はい。まあ、とりあえずここでね、誰も落とされなければ、意外と順調かなと思います。はい。またね、影縛りできましたね。はい。まあ、あとはオートでいいかな、と思うんですけど、どうでしょうか。はい。ゴッドハンドね、ちょっとオートにしようかと思ったんですけど、まあ、怒ったら攻撃しようと思ったんですけど、まあ、怒らなかったんで、今回は、はい、気合ためにしました。まあ、せっかくなんでね、こうしておきます。まあ、次のターン怒ったらラッキーですね。というわけで、オートです、また。やっぱね、ラビアスの剣は、やっぱ強いですね。フォースブレイクが入らないのかな、うん、はい。なかなか入らないですね。一段階最初入った気がするんですけど、その後、入ってないですね。攻撃力ダウンも、まあ入ってないですね。はい。はい。ゴッドハンドどうでしょうか。ああ、いからなかったですね。まあまあいいでしょう。とりあえず、はい。結局ね、この大魔王デスタムーアには、新しく出た新武器ってちょっと被ってますけど。何でしたっけ？なんとかの爪ですね。これはあんまり意味がないのかな。まあいきなりスキルでブレスを防げるという、まあ利点はあって、それはそれで役立つんですけれど。はい。
まあ、あの、新しい武器ね、なんとかの爪は、覚醒戦利口用かなと思います。はい。まあまあいいや、とりあえず。なかなか硬いですね。最後がね、なかなか削れないんですよね、こいつ。で、しかも最後結構ダメージ強いですからね。まあ突進の後、まあちょっと、よく生き残ったな。まあでも、ちょっとこの後のブレスで、ブレスしなかったか。まあ助かったな。はい。はい。このね、高層心の杖、フォースブレイク入れられないとちょっと厳しいですね、これ。はい。なんか全然入らないですね。なんか最後がなかなか削れない。あとわずかなの。はい。もうね、お供の人というか、そういう人はもういなくなってますので、吹き飛ばし、あ、来ましたね。はい。まあ、ゴッドガード。この後、激しい炎か。激しい炎、結構痛いですね。はい。ということで、そろそろ倒せるでしょう。はい。はい。で、大魔導士かな？はい、大魔導士が動いて、はい、ここで、倒せるかな？レアの横で倒せるかな？はい、倒せますね。はい、よかったです。ということで、まあ、結構苦労しましたし、まあ、ピンチですね。最後が、ちょっとやっぱり、いまいち削れなかったですね。ゴッドハンドをですね、魔剣士に、まあ、すればもうちょっと順調にいけたのかもしれません。はい、心は C でした。まあ、ちょっとね、デスタムーアのパーティー、未だに検討中ですね。今回は大魔導士の高層心の杖で、攻撃力ダウンが全然入らなかったですね。ちょっと、なんかまた運営さんが、まあ、設定変えたのか、どうかよくわかりませんが、まあ、ちょっとね、とりあえず、こんな感じでした。はい。ということで、ではですね、まあ、パーティー紹介の方をしていきたいと思います。はい。ということで、では行きましょう。一応ね、HP の方を回復させておきたいと思います。はい。でですね、はい、パーティー紹介いきます。はい、忍者、大魔導士、失礼、大神官、大魔導士、ゴッドハンドですね。レベル57と58ですかね、はい。で、はい。忍者、攻撃力が1119ですね。大神官が回復魔力が1035。大魔導士が攻撃魔力が、はい、ちょっと邪魔ですね。1309です。最後、ゴッドハンドはですね、攻撃力が1219です。はい。装備なんですけれど、はい。忍者がラミアスの剣。まあ、これね、得意武器じゃないので、まあ、そのあたりがね、影縛りの入りにくさ。まあ、入りにくさというか、結構2回入ったから、まあ、十分なんですけど。まあ、そこはいいか。はい。まあ、あと、防具は結構適当ですね。はい。で、大神官です。はい。プニプニ肉球ロット。まあ、初手でですね、ゴッドハンドの攻撃力アップ、バイキルトをね、した後は、まあ、基本オートかなと思います。大魔導士が、はい、高層心の杖ですね。まあ、あと、硫黄属性の攻撃力がアップするような装備しております。はい。最後、ゴッドハンドなんですけど、はい、ラミアスの剣、まあ、あと、硫黄属性の攻撃力がアップするような装備をしております。はい。ということで、心構成ですね。忍者なんですけれど、はい、キャプテンクローはね、絶対入れたいところかな。まあまあ、これは関係ないのか、状態以上、鍵縛りが入りやすくなるのか、ちょっとわかんないです。はい、キャプテンクロー、グレア、ドランゴ、グラコスという構成ですね。はい、イオの S 神獣なんですけど、こっちは器用さアップと、ミカーシリツアップが、まあ、器用さアップの神獣はちょっと変えてもよかったですね。はい、まあ、ブレス攻撃、最初想定してたんで、ね、まあでもね、次元竜の当選の先行バズーカで、幻枠が全然入らなかったので、もうラミアスの剣に変えました。はい、大神官がですね、はい、ピサロ、悪魔神官覚醒、そして、シドウ、スーパーテンツク。で、カグラスズの S 神獣と、ブレス耐性の S 神獣、スキル HP 回復効果 5% あります。はい、大魔導士がですね、こんな感じで、ミストバーン、エビルプリースト、闇の覇者竜を踊る宝石、覚醒です。はい。まあ、ハーゴン入れてもいいんですけれど、ちょっと耐久性に問題があるので、まあ、ちょっと、こういう構成にしました。まあ、ミストバーンであればね、ちょっとあんま耐久性ないですけれど、まあ、ミカーシリツ 5% アップとかね、ありますので、まあ、これは役立つかなと思います。イオの S 真珠ですね。素早さプラス40。こっちも素早さプラス40ですね。はい。まあ、早めに動いて、まあ、フォースブレイクをね、入れられたらという狙いになります。はい。最後、ゴッドハンドはですね、ブレア、
緑黄の魔人、トロルキング、そしてキラーマシン2ですね。はい。で、イオの S 神事ですね。こっちは会心率アップと、身の守りプラス40になります。はい、心道行きましょう。ゴッドハンドが右左、発動率をね、上げるような構成にしております。ゴッドレイジ、ゴッドガードね。はい。で、大魔導士が左かな。はい、山彦を起こしやすくしております。いや、まあ、山彦を起こしやすくして、攻撃力ダウンをね、極力入れやすくしているつもりです。大神官が右寄せですね。はい、鼓舞激励が起こりやすくということ。はい、忍者がですね、左寄せかな。基本左寄せですね。はい、影縛りが、まあ、入りやすいようにしております。ということで、まあ、とりあえずね、こんな感じで、デスタムが攻略の方をしてみました。まあ、実際周回しているときはですね、多分他の人がいるだろうということで、まあ、デュランのパーティーで行っております。魔剣士が2人いて、ラミアスの剣2本、2本持ち、3本持ちとかね、そんなパーティーですね。まあ、ソロになるとちょっと安定感がかなり欠けますので、まあこの構成にしておりますが、まあそうですね。まあでもとにかく魔剣士を入れて早めに片付けるっていうのは一つの有効な手かなとは思いました。とりあえず、まあ今回ね、魔剣士はおりませんが、はい。そんな、まあまあいろいろ考えております。というわけで、まあ参考になるかわかりませんが、参考になりますと幸いです。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ！